ぱり最初のインパクト、彫刻でやってるのっていうような雰囲気感、一番エッジが効いてるなと思うのはこの葉脈の部分だよね。ちゃんと漆でこの造形物を作り出すと。いや堪能してほしいな、そのレベルの造形物ですね。